はい、じゃあ、これからちょっと自分の誕生日プレゼント買いに行きますんで、レッツゴThank you.
スタプレはこれ、ね、1970年代から作ってるそのリーバイスの、ノンデニムの代表格みたいな言われてるやつなんで、スタプレって なんやねんって感じなんです。ステイプレストの略で、僕はスタプレっていう。スタプレ。スタプレ。そう、このセンタークリースがね、選択してもあまり取れないっていうアイテムの今年のモデル。これやばい、めっちゃかっこいい。そう、ストレッチ入ってるんで、めっちゃ履きやすい。めっちゃちゃんと商品紹介していいですか。そう、ストレッチ入ってたりとか、隠しポケットついてる。まあ、何に使うかみんなそれぞれ。ジッポとか。シルエットかっこいいよ、ね。かっこいい。ブーツとか合わせても。だそうです。見に来てください。これみんな買った方がいいもん。心身の部屋見てる方です。めっちゃ履きやすいんで。見てください、ね。パンツいっぱいあるんで。あ、パンツ。はい。昔からの知り合いの進藤さんです。進藤です。なんか結構有名人らしいんで。あ、いやいや、そんな。某 YouTube になんか出てるみたいな。いやいや、ちょろっと出させて。なんかファンがいっぱいいるらしい。羨ましいぜ。デニム見に来てください。みんな、いい人なんで、見てくださいね。気軽な感じで。何でも聞いてあげて、いっぱい買って。ありがとうございます。日本がいい。日本がいいからです。日本がいいです。いや、このでも日本版で間違いない。間違いないやつ。なんかこう、コアな買い方だよね。あざっす。ゴーゴーとスタッフ。いや、これ値段見て。そう、スタプリはね、多分結構みんな、これだと普通に2本買ってたりとか、まあ、その2点目半額やってて、ダサピース、ダサピース3人でこう撮ってる。いやいやいや、シンプルこれでも普通に1個の動画としてはそうそう、中にこう、はい、動画です使えるとき使ってください。自宅に戻ってきました。でですね、私12月9日32歳になりまして、誕生日プレゼントをですね買いました。買ってきました自分に。まあ、新澤さんとはですね、昔それこそ僕の親友紹介したと思うんですけど、ゴーちゃんが、新宿のリーバイスにもともといて、で、まあ、そこで進藤さんも一緒に働いてて、でそこで仲良くなったっていう感じですね。で、まあ、結構久々に、コロナもあったんで全然会えなかったんですけど、久々に会っていろいろ話して楽しかったです。で、私は今日なんと2本買いました。イエーイ。まず、こちら。ドゥドゥン。値段見えてる。いいか。リーバイス501 WX 55ってやつですね、これは。の、ウエスト聞いて衝撃。38インチ。まあ、洗って、まあ、1個下がる感じで36ぐらいの感じで買わせていただきました。まあ、ウエストちょっと緩いんですけど、ちょっと太めで履きたくてこのサイズにしてます。まあ、36か38かみたいなのでちょっと悩んだんですけど、なんかシルエット的に38が好きだったのでこのサイズにしました。まあ、ちょっとね、ウエストは少し緩いんですけど、僕実際本当にお尻も大きくて結構
下半身ガンダムみたいな下半身してるんで、ちょっとねこういうサイズ感の方が僕には合うかなと思ってこのサイズにしてます。ゴーゴー。次こちらっすね、スタプレ。かっこよくないですかこれ。値段もね、なんか結構、こんな安いんて、8800円。そう、結構安くて、もうめっちゃなんか僕好みの、あ、持ってるね、そうやつとちょっと似てる、ちょっとこうトラウザーチックな感じのやつで、なんかここの話を聞くと、ここのオリジワがなんか洗っても取れないみたいな感じらしいです。これは32インチかな、32インチ買いました。これはなんかね、でかくするとウエストがすっごいでかくなっちゃうんで、これはちょっとまあそんな大きめで履かなくても割と太めなんで、これ買いました。かっこよくないですか、ね、まあこれまた着てる動画はまた別で撮ろうかなって思います。まあ、あの試着してるね、ところも今回のやつに入ってるんで、まあ、それ見て参考にしてもらえばなと思います。これまず買った方がいいですよ、絶対マジで。以上2本買わせていただきました。いやいいね、お買い物って。あ、で新藤さんとか、あともう一人美藤さんって人もいるんですけど、ね、渋谷店の方にいますんで、皆さんぜひ行っていろいろお話を聞いてもらえればなと思います。なんか新藤さんはね、他の某芸人さんの YouTube にも出てるみたいなんで、それもよかったらチェックしてみてください。新藤さんと美藤さん、接客ありがとうございました。いろいろ勉強のある話も聞けたんでよかったです。なんかコメントとかもらえたらすごい嬉しいんで、励みになるので、よかったら、まあ、今後もどんどん上げてきますんで、チャンネル登録高評価お願いします。バイバーイ。